はい、ありがとうございます、はい、先ほどのランウェイで私転んでしまったんですけども申し訳ないです。全然、むしろ大丈夫でした？怪我あ、もうすいません、靴紐が取れちゃって申し訳ないです。でもなんかそれを一つの例に今したいなと思っていて、発信をするときに今やっぱり若い皆さんによく言われるのが、SNS だけじゃなくて周りの友人間だったり家族間でコミュニケーションを取るのが、恥ずかしい。なんでかっていうと、間違ったことであったり失敗したことを言うことが、恥ずかしい、もしくは炎上してしまうんじゃないかみたいな恐怖を持っている、そんな高校生の声などがよく自分自身に届くんですけども、その中で私も SNS であったり番組で発言させていただくんですが、今日の失敗じゃないですけども、どん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 そういった間違ったところを見せていって成長していくっていうのを見せていきたいなと思いますし、あと自分 の, ファッションブランドでいうとオールジェンダーで、サステナブルな、アイテム作ってるんですけども、今日のファッションショーコレクションもそうだと思うんですけど、本当にファッションって楽しいですし、そんな中でファッションを介してダイバーシティ、サステナビリティ、社会問題についてこれから考えていけたらな、コミュニケーション取っていけたらなって思ってます。